こんにちは、レルです。今日はですね、昨日行われたアップデートのことについて、ちょっとまとめ的な感じで喋っていこうと思います。で、アップデートって言ってもあんまりでっかいアップデートではないんですけど、フェーンパスがね、変わりましたね。フェーンパスが変わった時に、アップデートが来たんですけど、その後にもね、コンテンツアップデートが来まして、そのコンテンツアップデートがね、結構、やっぱ、でかいアップデートっていうか、ソロショーを変えるね、アップデートやったんで、今日はね、そのことについて喋っていこうと思います。最後危ないよ。で、ここはギリギリでジャンプしてダイブしてダイブ。はい、ナイス。でですね、コンテンツアップデートとフェーンパスのアップデート含めて大きく3つあるんですけど、まず1つ目に、フェーンパスですね。フェーンパスがね、変わりました。もちろんなんですけど。で、今回はですね、ゴリラとか、さっきおったね、ゴリラとか、蛇とかライオンとか、あとキリンとかおったかな。動物をモチーフにしたフェーンパスが来ましたね。また多分ね、日にち決まってないけど、40日間ぐらいあると思うんで、40日間経ったらまたフェーンパス更新されるって感じだと思います。で、二つ目がですね、そのフェーンパスと一緒に来たんですけど、カジュアルファイトっていうね、全く新しいサブ章が出てきましたね。そのサブ章ちょっと特殊なんですけど、20人で始まって、20人全員がゴールできるみたいなサブ章なんですよね。予選はね、20人全員がゴールできますよみたいなサブ章。ちょっと次で説明しよう、もう一回。ほい。ほい、ナイス。で、そのカジュアルファイトっていうね、新しい章はですね、ソロ章と多分時間設定ちょっと違ったりするんですけど、これ喋りにくいな。20人で始まって、で、20人ともゴールできるみたいなやつですね。予選はね、20人ともゴールできるって感じで、で、1ラウンド目、2ラウンド目が、おっと、こっち。1ラウンド目、2ラウンド、うえ だって喋ってたか。1ラウンド、2ラウンド目はですね、予選で、3ラウンド目がファイナルって感じで、ファイナルもだからね、20人、ほぼ20人全員、いけるみたいな感じですね。はい。で、これは？オッケーオッケーオッケー、ナイス。っていうね、サブ章が来ました。はい。で、カジュアルファイトについてはですね、また別の動画で出したいんですけど、三つ目がね、コンテンツアップデートがすごい、エグいよね。で、ちょっと今回ソロ章来たんですけど、ソロ章がね、すごい変わってしまって、それがですね、ちょっとボタンバッシャーでめっちゃ頑張りたいけど、押さないの？それがですね、ソロ章にですね、クリエイティブ章が、追加されたんですよね。二つだけ。それちょっと出していきたいんですけど。で、ここやね。うわ、やっちゃった。待て。じゃあ、ちょっとボタンバッシャーズ集中するわ。ボタンバッシャーズ集中していこう。で、こっちですね。こっち行って、はい。で、向こう側行って、ここでね、風起動させるんですよ。風起動させて、真ん中まで吹っ飛んでいくっていう、あ、こっちやった、ミスった。風が起動しないとこは風を使う。これも風使います。風使って、あそこですね。あ、できませんでしたね。いや、この子結構ね、うまい。よいしょ。危ない。風をね、オフにするときはちょっと仕方ないんですけど。あ、そうそう、あんな感じでね、真ん中に行ったら結構いろいろできるかなって思うんですけど。よいしょ。で、こっちやね。で、ちゃんとボタン踏むときに内側向ける。カメラを内側向けたら、次のボタン探しやすいですね。ここで内側向けて、こう押すと。で、ここは、オッケーオッケー、そっちですね。よいしょ。ああ、そんなとこった。って感じで、ナイス。で、今回はちょっと出てこなかったんですけど、ソロショーにですね、クリエイティブが追加されたということで、さっきまでね、僕もソロショー回してて1個だけ出てきたんですけど、クリエイティブ賞が。2つ追加されたらしくて、ファイナル自体はね、今までの通りに、こういうトマキケとかね、今までのやつが出てくるんですけど、予選にたまにね、クリエイティブが出てくるようになりましたね。カスタム賞はちょっとまだ確認できてないんですけど、カスタム賞ももしかしたら変わっちゃったかもしれない。でも今回のね、クリエイティブね、すごい出来がいいですね。完成度の高いクリエイティブステージですね。一番最初、クリエイティブが始まった時の、に追加されたステージ、運営が作ったステージはね、重ねギミックとかできなかったし、結構単調なものやったんですけど、
落とし穴みたいなのを作ってね、とりあえず落としとけばいいみたいな感じのコースになっちゃってたんですけど、今回はですね、重ねギミックもできるし、容量も増えたし、ブロックもいっぱいね、オブジェクトもいっぱい増えたっていうことで、かなりね、自由度も上がったんで、いいものがね、追加されてましたね。まあまあ、なんてやろ。一番、まあ今までのステージにこれあったよって言われても、まあギリ違和感ないぐらいのステージができてましたね。なんかジャングルをモチーフにしたんかな？なんかジャングルの亜種みたいなステージがね、一個あって。それを見たんですけど、それはね、すごい出来良かったと思います、僕は。ちょっとあっち行きたい。あっち行きたいけど、行けるか。行ける。で、ここをしっかり、よいしょ。落としていってやけど、これで次どこに降りるかいね。いやー、はい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 。向こう側降りた方が良さそうなよね、これね。よいしょ。こっち降ります。で、ここやね。ここ切って、しっかり。オッケー、ナイス。ちょっとね、何回か回して出てこなかったんで、必殺技のカスタムを使いました。カスタムマッチ。ロテーションステーションって読むんかな、これ。1個目がね、こちらです。で、もう1個あるんですけど、もう1個はね、録画がギリギリ残ってますんで、ちょっと実況入れてないんですけど、録画をね、ちょっと流します。で、これはですね、どれが早いルートかとか、まだちょっとあんまり僕わかんないですけど、チェックポイントが一応あるんで、チェックポイントをスルーせずに取っていった方がいいんかな、これ。まあ、こっちとかね、なんか確かめたけど、ここ、あ、ここは早いんかな。こういったらいいんかな、わからん。なんかまたね、早いルートとか誰か見つけ出してあげるんやろなって思うんですけど。はい。あ、で、そことかもそうか。右左で行って、チェックポイント取らずに、こっからショートカットこういう感じで行くのが早いんかもしれん。で、こうやって、あー、やりせんの誰か。みたいな感じのステージです。これ結構完成度高くない？普通に。で、この端っこいたら、このビームブラスターとかも一応当たらないっていう感じで、まあ、こっちからもゴールできるし、風からもゴールできるって感じですね。はい。で、もう一つがこちらになるんですけど、ちょっとステージ名ね、何語で書かれてるかあんまりわかんないんですけど、僕は。こんな感じのステージになります。ちょっとなんかコズミックハイウェイとかそこら辺の感じの空気が出てるよね。まあ、これもね、結構ね、普通にやっても違和感ないんじゃないかなって思うステージで、まあ、ちょっと落とし穴とかはありますけど、こんなぐらい普通やもんね。で、結構いい感じにね、設計してやって、まあ、重ねギミックができるからこそ、なんか、こんないい感じになるんやろね。ちょっとスライムがね、これ分かりにくいんですよね。走ってるとこスライムなんですよね、この青いとこね。で、最後は、こんな感じで、なんか未踏の冒険やってるみたいね、これ。あ、ちょっとこれ、一段飛ばしできんのかなと思って試してるとこですね、これ。つかめないみたいですね、どうやらそこ。で、こうやって上登ったら最後スライムで一気にゴールって感じですね。はい。こんな感じのステージになります。という感じで、まあ、結構ね、ビューンブラスターとか、クリエイティブにしかないから、なんかビューンブラスターを使ったステージとかもね、追加されたらやっぱ面白いですよね。あ、なんかおかしくないこれ。おかしくないか。まあ結構やっぱり、すごい、やっぱり、なんていうの、自由度が上がって、いいステージが追加されるようになったんじゃないでしょうか。まあでも、個人的にはね、追加されるとしたら、まあもうなんか、割と固定してほしいけどね。なんかちょこ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 変えると、慣れないからね。まあまあ、なんか前のプレイリスト1から、プレイリスト1から何だっけあれ、レインボーパレード、レインボー、何だっけ、レインボーラリアだっけ。まあなんかに変えたじゃないですか、途中で。まああれじゃなくて、もうそのままね、プレイリスト1を使うみたいな感覚で、しばらくずっと同じクリエイティブがいいですよね。クリエイティブステージがね。で、4人のブラストボール。なんか、ちょっと待って、俺これ、一応日本サーバーやねんけど、なんか、手元でさ、若干その、あれなってない?瞬間移動してない?ほい、大丈夫か?これ後ろ打ってくるな。いや、打ってこない。あの子、ちょっと、この帽子かぶってる子、若干変則投げ勝ちかも。さあ、ということで、ちょっとそっちからやらせてくれ。やったやった。ラスト一人。ラスト一人は、ファイナルファンタジーの回ね。はいはいはい。いや、無理です。絶対にやります。
まあこれはさすがに無理。いやー、結構、ずっと掴んでくる感じ？オッケーオッケーオッケー。ほい。無理やった。もう。いや、でもね、こういうの止めとかんと。危な。あ、ナイス。っていう感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。